まあその幸せなハッピーなニュースというか、ザコシショウもあるわんで。あ、どこがハッピーやねん。ザコシショウさんがね、あるわんって優勝されたのも、またハッピーなニュースの一つじゃないですか。いや、はっきり言うたるわ、はい。R1 グランプリ終わったな。地に落ちたな、権利というものが。終わったな、関西テレビ、おい。まあ、1本目の段階でね、もう優勝したんちゃうかっていう感じでしたけど。あいつ飲んで、ほんまに。まあ、飲みに行ったのよ、2人で。ああ、そうですか。うん、そうなんですか。まあ、腹減らしとけって言ってたことも。はい、あはいはい。もう焼き鳥屋みたいなとこ行ってさ。はい。お酒頼んで。はい、で、適当に俺がオーダーして。はい、俺が適当に言うとこがある。はい。まず酒が来て。ドンと2人の前にジョッキが置かれた後。はい、あいつ何も言わへん。まず。な、俺の方じっと見てな。指さしてきたりとか。おい、みたいな。マシやのよ。よかったな、マチ。確かに。それは嫌やな。よかったな、マチみたいな。おめでとう、マチ。まあ、俺だから無表情で腕組んでタバコ加えたって。ほんでもう、2分も持たずに、なんか言えよなって言う。なんか言えよなっていうところなんですか。なんか言えって言ったね。2分持たへんかったどんな優勝者や。なんか言えよらって言って祝ってもらい慣れてないでしょうね。もう随分随分持ってたからもうこっからの厳しさの話延々してやって最後下向いて帰っていった。そんなに言うか R1 優勝って相当嬉しいことやのにそれをひっくり返すぐらい厳しいことが言うたんですね。厳しいことめちゃくちゃ言うたったよ、ね、おめでとうはその比重だけでいいぞ。そうやぞお前、これ未成年は終わったようなもんやぞこれお前。今までやったらお前刑務所行くことなかったけど今後は刑務所あんねんお笑いは。なるほどね、みたいな話を、はいはいはい、もうお前今まで未成年やからな。そうですね、見逃されてただけやみたいな、はいはい、大人のその称号を得たということですから。そうですよ。こっから厳しい。まあ、ワールドグランプリはもう今年で終わりやね。権威は、権威は必ず腐るっていうのはよく聞いてたけど。よく言いますよね。腐敗すると聞いてたけど、ね。腐敗する瞬間を見たということですよね。そうそうそう。そんなこと。まあ、よう受けてたね、確かに。そうですね。よかったですよ。でも、で、やっぱりその、お兄さんの世代の方は、うん、みんなやっぱり喜んでるっていうのを聞きますけどね。ああ、そう。まあ、確かに俺だけやねん、否定してんの。あ、突然よかったな、みたいな、ツイッターをやってるみたいなね。はい、うん。おめでとう、敵、ツイッターを。はいはい。ツイッターやってたらよかったと思って、俺。総攻撃してやんの。総攻撃してやんの。まあ直接言ったからいいじゃない。まあ直接ね。こんな、このハッピーなニュースもありますけども。はいはいはい、ちょっと今日はですね、はい、天賀さんから、はい、お知らせがあるということで。もう仕事の話いや、それはもちろん仕事の話させてください。お知らせはい。